はい、皆さんこんにちは。本日はこちらの積分を扱います。今回の積分なんですけれども、x 乗分の x 気力1かけることの e の x 乗と捉えてもらって分数関数かけ指数関数2つの種類の違う関数の積なので、部分積分と思いつく人もいるかもしれませんが、今回部分積分をしていっても式が簡単になっていかず、手詰まりを起こしてしまいます。はい。なので、別のアプローチが必要なんですけれども。はい。今回の積分のポイントとして FX f2x に。 e の x 乗がかかっているような積分は積分の計算結果として fxe の x 乗ある関数とその微分の和に e の x 乗がかかっているような積分はある関数け e の x 乗これが積分結果となりますよというような形ですはい、公式としてあまり馴染みがあるものではないかもしれませんけれども理屈としては単純でこちらの右辺微分すると左辺インテグラルの中身が登場するようなものとなり実際微分してあげると 積の微分からこのような形となって E の X 乗をくくるとインテグラルの中身出てくることが確認取れると思います。はい、ということでこのように E の X 乗がかかっている積分に関して言うと、はい、この形、関数にそれの微分が足されてないか、そんなことを確認してみると良いかもしれません。はい、今回実は少し変形するとその形に持っていきますので、まずその変形をしてみようと思いますが、 今回 E の X 乗を下ろしてあげて、はい、分数 X 以上をそれぞれ分子分けてあげると、このような形となります、はい。で、X 分の1を微分すると、マイナス X 乗上分の1という形となるので、はい、X 分の1が FX、F'X がマイナス X 乗上分の1という形となり、はい、計算結果としては、FXE の X 乗はい、あとは代入計算をしてあげると、はい、こちらが答えという形となります。 はい、ということで、今回えーとやれてしまえば、そんな大したことではないんですけれども、はいえーと e の xo がかかっている。微分はいある関数とそれの微分の和になってないかというところをチェックするようにしていきましょう。はい、それでは本日は以上になります。はい、このように毎日父問積分計算を扱っていますので、もしよかったらチャンネル登録をして、毎日父問積分計算をチャレンジしてみてください。はい、本日は以上です。ありがとうございます。